ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2014年1月15日水曜日、妖怪地のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。ということで、今年も私えっちゃんこと松崎悦子と吉田秀蔵くんで楽しいひとときをお届けしていきたいと思っています。改めまして明けましておめでとうございます。2014年平成26年となってもう15日が経ってしまいました。今日は先ほどご紹介しました吉田秀蔵くんがお休みをいただきます。お正月早々申し訳ございません。私秀蔵くんの分まで頑張りますので、どうか最後までお付き合いください。はい、松の内のね、今日までということで、小正月っていうんですかね、今日は本当はしめ縄とかね、書き初めなんか燃やす日だったと思うんですけれども、今もやってるんでしょうかね。私の田舎は安だったんですけど、どんどん焼きって言いましてね、竹をこう組ん でそれをこう、まあ、おじさんが燃やしてくださって、そこへこう書き初めとか持って行ってこう一緒に燃やしてもらうと、でそれがねこう火でこうバッとこう燃え上がってね、天の高いとこまで上がると字が上手になるよって言われてたんですけど、今もやってるんでしょうか。皆様はどんなお正月を過ごされましたでしょうか。正月こんなことしてたよとかメールで送ってきてくださいね。私事をちょっとご報告させていただきますと、私は今年も例年の通り雪山に行ってまいりました。今年はね奥飛騨です。奥飛騨ってなんとなく名前だけで旅情をそそると思いません？いわゆる奥飛騨温泉です。演歌とかにもねありましたよね。若い人分かりませんよね。小さなスキー場もあるんですけれども、落ち着いていて、まあ、しっぽりっていうんですかね、大人な感じの温泉街でした。近くには立山とか、もう少し足を伸ばすと白川郷とかもあってね、本当に旅っていうのを満喫できるところでした。いいお正月送らせていただきました。ありがとうございます。で、去年の最後に今年は何々やるぞってみんなで約束したんですけれども、私は月に1回三上山に登るとね約束しました。で、次の次の週の土曜日に上がることに決めました。雨が降っても登りたいと思います。はい、では今年もメールはね、私と秀蔵くん今日はいませんけども元気のもとです。本当に嬉しいです。メールで元気をいただいてますので、今日もどうか年の初め一発目でメッセージどしどし送ってください。番組中でも OK できますのでよろしくお願いします。それではメールの送り先、いつもは秀蔵くんが言いますが今日私がお知らせします。 99@siga.tv99@shiga.tv です。どうか送ってきてください。お待ちしています。それでは今日も素晴らしいゲストをお迎えしておりますのでお楽しみにお待ちください。この後はゲストコーナーです。はい、お待たせしました。この後はゲストコーナーです。今日のゲスト、今年一人目ですね。ゲストは池田英介さんです。いらっしゃいませ。こんばんは、はじめまして池田です。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おいおいいろんなことをお伺いするとして、まずは自己紹介をお願いできますか。はいはい、皆さんこんばんは。シャカリキプロジェクトという、シャカリキプロジェクトを運営しております池田英介と申します。普段はですね、社会保険労務士というちょっと固い仕事をしているんですけれども、会社のですね、皆さんの会社の社歌を、社員の皆さんと作っていくという、プロジェクトを遂行しております。昔から、音楽活動をやっていて、松崎さんとはえっちゃんとは、昔から知り合いだったんですけども、今日縁をいただきまして呼んでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。この番組はの題名もミュージックボックスとなってますように、はい、まあ、音楽をされてる方とか、はい、まあ、音楽が好きな方とかね、はい、あのちょっと関係されてる方とかみんな来ていただいてお話をしている番組なんですけれども、はいはい、あのエスケさんもバンドをね、はい、組んでおられました。そうですね、今はちょっと休止されてるということなんですけれども、ね、はい、やっぱり断るごとに、ね、楽器は触っておられると思うの で、はい、まあ、そういう話からも入っていきたいと思うんですけれども、はい、今日はさっきおっしゃいましたここにも出てますね、シャカリキプロジェクトっていうのをやってるんですね。です、はい、シャカです、シャカですね、会社の歌です ね、はい、そ, うですね、でそれに力でシャカリキ、はい、ちょっと頑張るぞっていうシャカリキとこうかけてるわけですね。そうです、かけてですね、はい、かけてるんですね、かけてます、はい、いね、ちょっとロゴもいいので面白いことをね考えはったと思いますし、はい、その話も聞いていきたいし、あのバンドを始められた話とかも聞きたいし、はい、いろいろよろしくお願いします。最後までよろしくお願いします。じゃあまずはですね、はい、この番組もう7年とか長くことやらせていただいてるんですけれども、はい、あの番組の最初にオープニングの曲かけさせてもらってるんですね、はい、でいろんな人の曲をお借りしてるんですけれども、はい、あのエスケさんの入ってらっしゃったガムっていう、そうですね、はい、GAM です、 GAM でガムですね、はい、ガムさんの曲もあの使わせていただいてたんですよ。そうですね、はいはい、あの流していただいてたということで長くかけていただいてて、ね、はい、かけさせていただいてて、はい、本当にお世話になりました。ありがとうございます。あのエスケさんはガムではベースを担当してました。前にねここのスタジオにガムさん来てくださったんですけれども、そうですね、あのあいにくその時は私以外の3人でギターさんと、はい、ギターとドラムと、ドラムさんとボーカルさん、ボーカルの3人でお伺いしたんですかね。ですね、はい、何年前だったんでしょうね。ね、そんな前に思えないけど、そうですね、もう5年ぐらい前にはなりますよね。どうしてありますよね。そうですね、あららですね、一人だけあの参加できなくてあの寂しかった思いがありますよね。あの時ねガムさんみんな無口なんです。そうなんです、そうもう3人とも喋らないんですよ。そうですね、ラジオで喋らないってどうよみたいな。あのうなずいてただけだと思いますね。って運も言わないから。そうですね、もうねシャイな3人で、はい、笑いましたもん。あのライブしてても私一人で喋ってるっていう感じで、3人はもう、ね、あのうなずいてばっかりで後から文句ばっかり言うっていう、はい、バンドでしたね。シャイな男前の3人さんでしたけど、はい、じゃあ今日はエスケさん頑張って喋ってくださいね、はい、よろしくお願いします。お願いします。でもう一つ今日聞いてらっしゃる方ああって思われるかもしれないですけど、ついこの間ね、はい、あの12日そうですね、あの先週の日曜日なんですけれども、手原ってとこで、はい、立東 の、 あの滋賀県中小企業家同友会という ね、 そうですね、難しいんですけど、はい、名前だけなんですよ難しいのは、はい、あの滋賀県の、経営者の人たちが集まって作ってる会がありましてね、はい、あのそこの湖南支部っていう支部の、はい、まあ、あるプロジェクトであの楽しい展示会をしようということでね、はい、あの自分たちの会社はこんなことしてますよみたいなアピールをするイベントがありまして、はい、そこであのちょっとステージイベントもやろうよみたいな声をかけまして、ね、はい、なんか演奏できる人、楽器できる社長さん手を挙げてとか言ったら、そうです、ね、何人かおられるんですよ ね、 これまた意外とおられるんですよね。おられましたね、はい、おられました、びっくりしました。もうベース2人、ギター2人でボーカルさん、そうですね、なんと5人が集まりましてみんな社長さんですよ。そうですね、普段そんなことされるとはもう思わない人が、意外なバンドが、ね、できまして、ね、それにも参加していただきました。はい、させていただきました。はい、あの TTO という番組です。TTO、はい、もう今 TTO で弾いたら出てくるんじゃないの、もしかしたらインターネットで、ね、出てくるかもしれませんね。そこでエンスケさんは、はい、いわゆるパーカッションというか、はい、あのカホーンとベースを担当していただきましてね、はい、4曲もそうですね、参加いただきました。やっぱりこう緊張しますよね、ああいう皆さんの前でするっていうのはね。緊張してないでしょ、いやいや緊張しますやっぱりね、何年やってても緊張するなと思って、なかなかいいステージでした ね、 盛り上がったし楽しかったです、はい、というようなことであの楽器もされてるんですけども、今日はこの話をシャカリキプロジェクトしていただきたいと思いますが、まずそうですね、だいぶ前振り長かったですけど、そうですか。だいぶ長かったですけど、もうちょっとあの個人的なことをじゃあお伺いします。はい、お住まいはどちらですか？そうですね、草津におります。草津です。はい、もうあの4歳の時から
今38歳ですけれども。あ、そうなんですか、はい、こう見えても38歳ですが、こう見えても38歳だそうです、もう34年間草津におりまして。あ、じゃあもうすっかり草津に。そうですね、もうどっぷり使ってますね。はい、はい、でバンドではベースということでしたけど、はい、この間カホンもされてて。そうですね、本当はどちらが専門ですか。そうですね、大体ベースされる方ってね、ギターでバンドを組んだ時に、うんうん、ギターが重なって一人がベース回されたっていうような話を聞きますけど、はい、私兄がいるんですけど、はい、ガムでギター弾いてた宗介っていうのがいるんですけども、はい、その兄貴がずっとギターをやってたので、はい、同じことをやっても面白ないだろうということで、はい、もう初めからベースを、もう入る枠は最初からなかった。そうです、はい、ギターの枠がなかったので、はい、もう最初からベースに携わったって感じですかね。そうですか、はい、最初から、ベースの方が楽しいでってな、ずっと兄貴には言ってたんですけどお兄さんはギターを選ばれた。兄貴はギターを選んで僕はベースをずっとやってますね。はい、ですか。で、カホンはじゃあもう、そうですね、おまけみたいなもんですか。そうですね、カホンはリズム隊っていうんですかね、はい、ベースとやっぱりドラムにもやっぱ興味が出たのもあって、あ、で、リズムを叩けたらやっぱもっと音楽分かっていくかな、ね、ということが思って、うん、でもドラムとなるとちょっと体操っていうんですかね、うんうんうん、大変ですので、セッティングも ね運びも大変ですもんね、はい、そんな時に八尋智弘さんのね、はい、もう私はもうオタクなそうですね、八尋、はい、さんのライブ見させていただいて、あ、それからなんですか、はい、そうなんです、カホンを見てこれは何という楽器かなというのをまずそこから興味がありまして。八尋さんのカホン別格ですからね。別格ですね、人はもうどうなってんやみたいな音出ますから ねちょうど 見たのが京都のラグというライブハウスだったんですけど、すごい衝撃を受けまして、そっちにものめり込んでいったという感じですかね、はい。今では、カホンできる方おられるといろいろとありがたいですよ ね、そうですね、ピアノとカホンでも ね、 そうですね、また違う、はい、ピアノだけよりは全然違いますしね。そうですね、そうですか、ぜひカホンも極めていってください。はい、頑張っていきたいと思います。楽器だと思いますよ、ね、ヤヒロさんみたいに足に鈴つけて、あ、そうですね足に鈴つけてくださいありがとうございます。じゃあ今度お住まい と、はい、楽器のことは聞きましたので、はい、もう一個ぐらい、なんだろう、これ僕ちょっと他の人と違うねみたいなとこあります。そうですね、他の人と違 う、 自慢できるねみたいな。自慢できるねん、私の初めにちょっと自慢してみてください急にパッとこう聞かれるとなかなか難しいですよね。ちょっと譲れへんわとか、頑固なとこですかね。頑固なの、頑固な、はい、かなり頑固でして、はい、融通が効かないというか、なんか我が道を行くお兄さんのそばで、何でも包んでいるようなイメージですけどね。場を和ませるというのに専念するんですけども、多分家族はね、やっぱりこの人表と裏があるなと思ってるかもしれませんけどね、実は頑固な人間なんです、はい、ですよ頑固は、はい、よく言えば信念を貫くっていう感じですけど、そう言いましょう頑固はあかんわ、そうですね、信念を貫く、筋が通っている、はい、夢見がちともよく言われますけどねええこと言いますやん、はい、じゃあそんな夢見がちな、はい、英介さんが所属しておられたね、ガム、別に今亡くなったわけではないんですけど ね、はい、そうですね、ガムの曲をぜひここで聴いてみましょうか、はい、ご紹介してご自分でご紹介していただけますか、はい、はい、それでは、ガムでスミレです。
我が身が可愛くて傷つくのを恐れて強い大人になってしまったけれども、信じていてほしい。孤独でダメになりそうでも君の柔らかさで僕は生き返る。湧いた風を味方につけて愛した皮を脱ぎ捨てて、また新しい聞きました。スミレです、はい、代表曲ですよね。そうです ね懐かしいですね。懐かしい、いい声してはりますよね。ボーカル高博さんです。会いたいです。元気にしてますか。元気にしてますか。ということで、はい、では、はい、池田さんにね、ここにパンと立ってますシャカリキ、はい、計画、シャカリキプロジェクトですね、はいはい、この話をちょっと説明していきましょうか、はい、ね、どうぞお願いします、はい、分からないことは私があのお客様代表で質問させていただくみたいなことで、はいはい、お願いします。はい、はい、まあ、このシャカリキプロジェクトというのはですね、はい、まず最初に、まあ、私たち私社会保険労務士という仕事をさせていただいているんですが、はいはい、まあ、その社労士という仕事は、まあ、基本的にはやっぱり事業を行っておられる経営者の方、はい、またそこで働く方が、幸せを感じて、うん、充実した人生を送られるためのお手伝いをさせていただくことが、はい、我々社労士の役目だと思っております。まあ、その充実した生活を送るという基盤になるのがやはりその会社という単位であり、はい、自分の所属する会社というものに誇りを持って、まあ、経営者が考えておられる夢、うん、またその経営理念というものに共感されて、はい、社員さん同士が高め合っていけるような組織づくりのお手伝いこそ、まあ、我々がさせていただくべき仕事かなというふうに思っています。はい、まあ、そんな中で、まあ、なぜその社労士がまあ、そんなことを考え出したのかなっていうところを、まあ、時々ご質問いただくんですけれど、はい、まあ、このシャカリキプロジェクトっていうのを、あ、こういう世界が作れたらいいなって思ったのが、はい、まあ、いろいろ会社出勤されてる方々、電車乗られたり、車乗られたりされてますけど、まあ、
今 iPhone ですか、うん、iPhone とかあの iPod とかであのよく音楽聴いておられますよね、はい、カーステレオとかね多いですよね、はい、みんな聴いてますよね聴いておられますよね、はい、その皆さん下を向いて聴いておられる音楽が、うん、実はその自分がこれから今向かっている釈迦だったら、うんうんどんなに素晴らしい世界かなっていうふうに会社の釈迦を朝聞いてると、はい、毎朝聞いておられて、うん、でそれを聞きながら出勤されてるような電車上げてると、ね、そんな世界があったらいいなっていうのを思いまして、うん、幸せですね、はいまあ、こういうことを考えてると釈迦力プロジェクトっていう、うん、あの名前が浮かんできてあこれだというふうに思いましたネーミングがねナイスですよね、はい、ありがとうございます、はい、うちも仕事柄釈迦たくさん作ってきたんですけど、釈迦力は思いつかないそうですねネーミングがナイスですよ、はい、ありがとうございます、うん、そうですか、はい、でそれで、まあ企業の方とかに、はい、あのどうですかっていうふうに、まあうね、今、はい、おすすめをされている、はい、とこなんですね。そうです、はいまあ、その、うんまあ、ただ作詞作曲をあのこちらで請け負うっていうだけではなくてですね自分たち、まあ、それを歌っていかれる社員さん自身が、うん自分たちの会社の、うん歴史を振り返って、はいはい、またその今という現状をですね、はい、真剣に捉えて、うん、またみんなで歩んでいく、未来というものを描いていく、まあはい、きっかけに、うん、あの研修とかミーティングとかそういうのを通じて来る過程が大事、はいそうですね、会社には大事っていうところが違うんです ね,、はい、ですね池田さんが考えられたプロジェクトはね、はいはい、そうですね、まあ、普通はね誰かに作ってもらって、はい、あこれ誰々が作ってんそれ釈迦にしたんやみたいなことが多かったけども、はいはいはい、そうじゃないとこが大事なんですよ ね,、はい、すねあの実際に歌われる社員さんがそれを作っていくというところが、はいはい、これは歌ボーカルも社員さんにしてもらうという前提ですか。はい、あの基本的にはそれで、あ、そうなんや、はい、そうしていきたいなと思ってますね。歌の上手い人いい品会社つらいですね。そうですね、あのでも中にはねやっぱりその、まあ、いますよね、今時ね、おられますね、みんな上手いですもんね、はい、そうか、そうですね、なるほどね。でこれはいつから始められたんですか。はい、釈迦力プロジェクトという名前で始めたのが昨年の、はい9月ですかね。じゃあまだほやほやなんですね。はい、ほやです、はい、ですか。そうですね、まあそのはい、まあ、いろんな先ほども言っていただきましたようにそのいろんな釈迦を作るあの方法ってあると思うんですけれども、うん、あの一昔前って言いますかあの、はい、よく皆さんが作られた時代は、うん、あの著名な作曲家さんですとかね、うん、はい、にあの依頼されてそうです、ね、っていうパターンが多かったんですけれど、はい、今はその社員さん主導型っていうんですかね、うん、そういうスタイルが多くなってきているし、うん、まあ、あのそうしていくことによって実際に歌われる方 の, あのやっぱりモチベーションも上がるというのがいいとこかなと思います。それをずっとこう、まあ、アドバイスして、はい、ちゃんとした作品に仕上げていってあげはるわけですね。そうですね、はい、うん、なるほど、そうですか。じゃあ今何か具体的に進んでたりするんで、まあ、言えないですけど、内緒なのでね、はい、企業の秘密だったりすると思うんでね。まあ、今手探りで、うん、あの手探りって言ったらおかしいですけどあの、まあ、何件かあのお話進めさせていただいて、はい、あの実際にミーティングとかは、うん、あの進めていってるところですね。ミーティングが楽しそうですよ ね, そうですね。なかなかこうご自身の会社 を、まあ、ずっとこう考え直すという考え直すというかね、うん、見直すというきっかけってなかなかないかなと思うんですけれどね、はい、まあ、そんなきっかけになればいいかなと思っております。はい、これは釈迦だけにとどまらず何かこうテーマソングみたいなやつでもね、そうですね、はい、なんか自分たちで何かやってらっしゃるイベントでもそうです ね,、はい、ねテーマソング作る時も同じことが言えますよ ね, そうですね、はい、うん、あの創業されて間もない方でしたらあの社員さんおられないっていうケースもあって誰が歌うのだという話になりかねないんですけれど、ま、それはその時ね、そうですね、はい、入りゃいいですよね、はい、それとも、まあ、創業された時の思いとか、うん、あの情熱を歌に残しておくというか、うん、まあ、それをあの実際に店舗持っておられるとこでしたら、うん、それをお客さんに聞いていただくとか、うん、はい、それでも、まあ、強力なツールになるのかなと。釈迦をこう 集めたコンサートみたいな、そうです、盛り上がるんじゃないですか、うちのがいいぞみたいな、ね、よくぞおっしゃっていただきました。あのそれやりましょうよ、いつかはそういう企画をやっぱりして、ね、全国からも集まってきてね、そうですね、はい、釈迦フェスティバルっていうようなね、やりたいなと思ってますね。なんかもうその思いを語ってこう泣く社員が出るとか、ね、そうですね、合唱していただいてね、なんとでもなりますよ ね, すね、音楽ですもんね、はい、楽しい。で今だったらあのネットでアップして ね, そ, うですよね、それをよかったら、はい、もしかしたら売れるかもしれない、そうですね、
ね、ヒットするかもしれませんね、はい、実際にまあ過去にヒットした例もありますし、なんかねものすごく昔にね、はい、なんかのこう工場のなんか社歌すっごい売れたのなかったですか、はい、村井水産さん、ね、あそうだったっけ、はい、そうですね、すっごい面白かったですよね、はい、あれ数年前でしたら日本ブレイク工業っていうね、解体屋さんの曲が、それかもしれない、なんか作業服着て、そうですね、社員さんが歌わはるやつ、そうですそうです、もともと何分かこうプレゼンの資料の DVD が時間が余ったので、うんうんうん、その作られた社員さんが、作詞作曲した曲を入れられたら そっちの方がヒットしたというようなね、こともありましたね、はい、解体屋さんのやつ、そうですね、今はそっちも狙ってほしいですね、そうですね、どうせならね、そうですね、世界に羽ばたいてほしいですよね、まあ、基本的にはその社員さんが歌っていただくのをベースにして、じゃあそれを映像にして YouTube にアップするときはぜひうちに、はい、またぜひよろしくお願いします、そうですね、よろしくお願いいたしますまあそうかな、その歌ってるやつをこうキャラクターにしてね、私うちはほら会社のキャラクターを作りたいな、はいね、と思ってるので、はい、それちょっとこうタイアップしていただいて、そうですね、公開タイアップになりますね、キャラクターがこう歌って YouTube にアップして ね、 そうですね、なんか世界的に売れるとかいう、はい、なんかそっちもよろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いしますはい、すごい話はだんだん分かってきていただきましたでしょうか、どういうプロジェクトか聞いてらっしゃる方、質問があったらまたメールください。あ、そうだ、メールといえば、はい、さっき私がメールナンバー申し上げましたが、何せこう発音が滑舌が悪いもので間違ってたかもしれません、もう一度言っておきます、99@siga.tv なんですけども、 SIGA は分かりますよね、 SHIGA です、はい、ですね、 TV はテレビジョンの TV です、だから TB じゃなくて TV ですちょっと言ってもらえます、 TV ですね、そう、はい、TV です、99@siga.tv ですよろしくお願いします、ではここでもう一曲、はい、ガムさんの曲いきたいと思います、はい、ご紹介いただけますでしょうか、はい、2曲目は、ガムで忘れな草、忘れかけてた淡く逆切ない、から顔出した奇跡的な、いつまでも続くような顔に甘えて恥ずかしくなる、とっておきのフレーズは腐らせずに通っておいた、大切なことがら
ど綺麗な花は夕日に向かって背筋を伸ばしてる君を忘れない忘れない81.5 Radio 3. スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、 電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。お知らせ聞いていただきました。スポンサーさんありがとうございます、ね、スポンサーあればこそでございますので、はい、そうですね、はい、はい、では池田さんにこの後も一緒にお話入っていただきます。よろしくお願いします。だいぶ話読めてきました、はいはい、でなんか釈迦っていうとね、はい、まあ、今の若い人はそんな偏見はないと思うんですけども、はい、ちょっと年配の方とかは、はい、まあ、こう難しい歌っていうか、はい、イメージはね、そうですね、なんか音楽としては、はい、考えない？そうですね、うん、なんだろう、行進曲みたいな、そうですね、なんかね、はい、号令みたいな、そうですね、なんかそんなようなもんなイメージがあったけど、はい、まあ、日本で最初に釈迦というものが作られたのが、はい、満州鉄道っていうね、昔 の、はいはいはい、満州国のね、満州鉄道の釈迦が初めだと言われてるんですけど、はい、そうなんですか、はい、まあ、その目的はもちろんその社員の方々に同じ方向を向いてもらって、うん、まあ、社員を鼓舞するものっていうイメージだったんですけど、うんうん、でそれがまあまあ、だからその中身はですね、その社名を連呼したりとか、そうですね、荒波に立ち向かえというような歌詞が入っていたりと、まあ、いう曲ばかりだったんですけど、うん、まあ、今はそのだいぶ時代も変わってきて、はい、やっぱりお客様への感謝とか、はいはいはい、まあ、それこそ経営していく、自分たちの会社の進む未来というようなものをね、うん、歌うっていうパターンがやっぱ多くなってきて、まあ、そういうものが浸透しやすいというふうに言われてますね、うん、はい、まだまあ、ですのでその、まあ、珍しいものを使う必要はなくて、はいはい、まあ、シンプルな曲調であったり、うん、またまあ口ずさみやすいようなメロディーが、はい、いいんじゃないかなと思ってます。でも音楽って、ね、本当に大事で、はい、そのちょっとその久節を聞いたらね、はい、ものすごいあるものはぐわっと蘇ってくるっていうのに役立つでしょ。そうですよね、はいはい、なんかみんな思い入れがある言葉とかね、はい、なんだろう、情景みたいなものをうまくこう組み込んだら、はい、ね、絶対もう心の中に入り込んでしまうので、はい、そうですよね、なんかちょっと元気がなかった時にそれはパッと聞くとね、はい、そうですね、なんかみんなが一つになるみたいな、はい、やっぱ辛い時もあるでしょうし、なかなかすごいツールですよ、うまく使えば。そうですね、ね、音楽って、はい、まあ、そんなお手伝いができたら幸せだなと思ってます。会社のなんかに役立つっていうのは、はい、もうぜひ使ってほしいですよ ね、使っていただきたいです、うん、そっからなんか CD もあんまり売れへん時代やし、そうですよね、釈迦の CD だけでもねそうですね、一社でね100枚ずつぐらい売ってても、そうです、ね、全国で言うと大概な額になると思うし、はい、そうですね、それをこうなんかコンピレーションでこう滋賀県の釈迦、そうですね、
10曲入ったやつが1枚でとか、はい、シガシャカみたいなね、シャカシガっていうね、いいですね、で競い合ったりしてね、そうですね、ダウンロード数を競い合ったりしてその面白いですね、楽しいですよね、楽しいですね、まあ、であの完成した社歌はですね、その、まあ、もちろん社員さんにあの、はい、まあ、配布していただいて、またその家族の方々と聞いていただいて、うんうんうん、まあ、お父さんお母さんの行ってる会社は、ね、こんな仕事してるんだよっていうのを子供さんたちに伝えていただいたり、はい、ちょっと売れたらカラオケも入る、あ、そうですね、カラオケ配信も可能ですし、ね、カラオケも入りますからね、はい、今その iTunes ですか、あのそちらの配信もできるようになってます、ね、まだ取引先の方にね、あの配っていただいて、うちの会社はこんなん考えてますっていうことをお知らせするツールにもなるかなと思いますね。もう今みんなあのほらね、スマートフォン持ってはるからね、はい、名刺にそのあのアドレスを読み込めるあれをつけとけば、はい、その場でダウンロードが流れて、それを BGM に営業するとか、ね、そうですね、そういいで楽しい世界ですね、すいません、ちょっとの雰囲気出すために BGM かけますいいですかって言ってね、その場でこう BGM を流すといいですね、なんか発展しますね、はい、そうですね、じゃあね、まだまだお話があるので、はい、でもガムの曲も聞きたいので、はい、あのガムさんの曲をこう BGM に使わせていただいて、あ、そうですね、それでお話を続けるとかいう、あ、いいですか、そうですね、許可いただけますでしょうか、あの、もちろんです、よろしくお願いします、怒られへんかな、俺らの BGM 使いよったとか言って後で報告しておきますとか、後報告でいいか、後報告で、はい、じゃあ、あのノラっていうね、ちょっとシャレた曲ですよね、そうですね、ちょっと変わった感じ、ね、アルバムの1曲目に入れてた曲ですね、はい、ノラをかけていただいて、それを BGM に聞きながらお話に入りたいと思います、ではノラかけてください、願いします、はい、ノラを聴いていただきながらお話し続けさせていただきたいと思います、本当にちょっとシャレた曲で、私この曲大好きですね、そうですね、これあのなかなか演奏してても楽しい曲でしたね、運転しながら聴いてたらね、なんかね、嫌なこと忘れてそうですね、本当になるんですよ、本当にいい曲です、ありがとうございます、じゃあ続きの話をしたいんですが、はい、メールがね、はい、ありがたいことに、ありがとうございます、送ってきてくださった方がおられますので、ありがとうございます、読ませていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ではまず面白いですよ、ラジオネームがカホンさんです、カホンさん、ありがとうございま す, います、お話聞いてくださってるんじゃないのかな、ちょっと手振っときましょうかありがとうございます、カホンさん、シャカリキプロジェクト、歌が会社社員を明るくするプロジェクト、面白いですね、はい、頑張ってくださいです、ありがとうございます、頑張りますよ、頑張ります、頑張ってくださいね、はい、頑張ります、なんか面白いってやっぱり思ってくださるんですね、 ありがたいですね、うん、いいと思います、頑張ってくださいね、はい、じゃあもう一ついただきました、はい、リアライズさんです、今年もありがとうございます、いつも、ね、送ってきてくださる、あ、そうですか、ありがたいリスナーさんなんです、皆さんこんばんは、新しい年を迎えて早くも半月経ちました、子供の時は家族揃っておせちとお雑煮を食べるのが当たり前だったのに、大人になってからはほとんど食べなくなりました、結局今年もダラダラと過ごしてしまった気がします、皆さんはどんなお正月を過ごされましたか、なるほど、本当ですよね、そうですね、絶対家族で食べてたのにね、そうですね、今ね、どうでしたか、ちょっとあのシャカリキプロジェクトと離れますが、はい、ビアダージさんの質問に答えていただいて、はい、お正月どんなふうに過ごされました、ね、お正月、まあ、うちのお正月は大晦日から始まってまして、はい、いつもいつもその家族が実家に集まってですね、はい、すき焼きを食べるというのが、うちの、まあ、池田家の、池田家といいますかね、池田一族のですね、大晦日に、大晦日に集まって食べるというのが、うん、で、まあ、そこから逆に1日はもうめいめいの家族で過ごすんですけれども、うん、31日集まってみんなで今年もすき焼き、はい、すき焼きを食べて今年もお疲れ様、年越しそばももちろん食べて、はい、珍しいですね、はい、ですので、まあ、そのすき焼きを食べないと1年が終われないし、年越しそばも食べられないというかね、うん、はい、
いつもそうですね。いい家族ですね。そうですね。でそのままお正月はどんな感じだったんですか。そうですね、あのお正月を今年もあのいつも中津にある氷頭大社っていう。あ、私の田舎だ。あ、そうですか、はい、氷頭大社っていうあの別になかなか立派なね、立派なとこなんですけど、いつも毎年1日にあそこにお参りして、はい、氷頭大社に参られるの、はい、どうですか。そのなぜそこに行ってたかって言われはないんですけど、はいはいはい、なぜかねそこに行くようになってて。そうなんですね、はい、でもあの2日の日はもう大体あの全国に散らばってる親戚が帰ってきて、うんうん、帰ってきてるかね、結構家族びっしりじゃないですか。そうですね、正月、はい、もう、うわ、なんか昔からそうですね。すごいな、はい、そんな平和のお正月なんですね。そうなんです、毎年ね、はい、三が日はそういう家族と過ごしてる。じゃあリアラジさんの質問から言うと、はい、もうリアラジさんの思ってらっしゃる昔のパターンの通りを今もされてるってことですよね。そうです、はい、そうですね。すごいな、私もそんなもう家族とって言ってもう若い時だけですよね。ちっちゃい時はもう、うちはあの夜家を出たらダメっていう、ああそうですか、厳しかったので、はい、初詣禁止だったんですよ、はい、あ、そうなんですか。夜出ちゃダメだったんですね、うん、だから前の晩からおせちを作るの手伝って、はい、お餅手伝って、はい、でなんか作ってる間に紅白歌合戦始まります、はい、聞きながらまだなんか作ってます、はい、で、 いいですね、ちょうどあの行く年来る年ぐらいで、はい、ね、お蕎麦を食べます、はい、でもう寝ましょうみたいなね、はい、何にも面白くない何にも面白くないお正月毎年でも同じような生活になりますよね。そうなんです、朝起きました、朝一、ね、お雑煮作ります、はい、で全員並んでお父さんにご挨拶します。でおせちを食べます、はい、何にも面白くないいえいえ、それがいいお正月です食べました。だから大人になってからも本当に全然、うん、もうおせちも作りませんしね。そうですね、お雑煮ぐらいですね。その点池田家すごい、池田家はもうまた来年も続くと思いますけどね。強いですね、もうつながりが。でもね、あの一つあって、一つあるっていうか、はい、あの集合写真を撮らないんですよ。あ、そうなんですか、はい、というのもね、一回だけ、はい、うちの父親が、はい、あのまあ、みんな集まったからって言って、うんうん、初めて集合写真撮った年に、うんうんうん、その1ヶ月以内に祖父が亡くなったということがあって、あ、そうか、そういうちょっとジンクスを、はい、ジンクスをね重視して、はい、それでまあ集合写真は撮らないっていう暗黙の了解だった。すき焼きを食べると。そうです、すき焼きは必ず。大晦日に池田家に遊びに行ったらすき焼き呼ばれるってことですか。そうです、ぜひ来てくださいいいですね、すき焼きめったにね食べれないから。そうですね、すき焼き、また遊びに行っていいですか。まだ来てください来年、今年ですか、はい、ということでありがとうございます。いい、あ、ちょっと聞いとこうかな、あの天の声さんも。え、は、僕ですか。天の声さんはどんなお正月を過ごされましたか。僕も毎年一緒ですね。あの、で、はい、うちもあの一応ね、集まって、集まらはるんですか。集まって正月にはあのなんかいろいろ食べるんですよ。お、毎年ね、ずっと昔からそうでしたですね。まあ、それは親父の方針やったんですけどもね。ただあのお雑煮はね、はい、やっぱりさすがに食べないですね。大体年に1回、正月1回ぐらいですね。そうですよね。その時にはお雑煮は出ないんですよ。あ、そうなんですか。その時にはお雑煮、うん、まあ、まあ出ないですね。お雑煮は出ないですよね。おせちは出ますけど。でも家族では一緒におられる。そうなんです。でね、今年はね、あのおせち料理、うん、お雑煮がね、うん、僕お雑煮が大好き、結構好きなんですよ、はいはいはい、でもね、そんな、まあ、年に1回でいいんですけどね、はい、そのしかもね、それがね、はい、前日にした残りで、うん、ちょっとドロッとしてる、はいはい、のが好きなんですね。あ、私も泥がけ、泥系好き、ね、で、うん、1日にね、僕ちょっと別のところに住んでるんで、はい、兄貴とおふくろが雑煮を食べたんですね、はい、で 残ったんだったら、うん、次の日僕食べるから残してくれて、はい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 、で次の日、2日の日に帰って、はい、僕一人なんですけども、はい、あのこうちょうどいいぐらいのお餅を焼いて、ちょっとちょうどいいとろ、ドロドロじゃないんですよね、を今年は食べられたので、あ、ものすごく今年のお雑煮は満足してます。いい年ですね、今年は、はい、お雑煮大事ですよね、自分の好みがありますもんね。立東にお雑煮評論家さんがおられますよね。何それ。立東の社長さんでね。あ、そう、はい、一人面白いな、滋賀県内でもやっぱりね、あのこう出身が違うから、そうですね、いろいろある。天の声さんは白味噌ですか、おすましですか、はい、あ、おすましですか、はい、だからもうほんまにお餅がこうドロッとするともうなんかね、お餅を飲んでるみたいな。あ、なるほどね。なんか入ってるんですか、野菜とかは。あの、あれです、あのお芋さんだけですね。うん、お芋と餅、里芋ですね。あのな、あれ何、丸いやつって言うんでしたっけ、なんか、あ、はい、
それともう餅の本だけですね。あ、そう、シンプルですね。入ってもかまぼこですね。シンプルシンプルなお雑煮ですけど美味しそうですね。ずっとお茶そうなんですね。西部さんとこは？うちは白味噌で丸餅ですね。はい、白味噌で焼かないですねお餅は。あ、そうですか。うちは焼いてます。焼いてからちょっと煮込んでいい感じにするんですね。でも中に入るも決まってるんですよ。そうですね、大根、人参、はい、里芋なんです。うちは人参は必ず桜の形に切ってあるんです、うん、うわ凝ってるみんな扇形。あ、扇形で全部扇形。あ、おめでたいですよね。でも大晦日の晩にたくさん作って湯がいておいて、はい、もうそれタッパーに入れといてお雑煮できたらバサッと入れる、うん、ね、白味噌系ですね。白味噌ですね。四日市は大体おすましなんですか？いや、うちにないかもしれないです。あ、おふくろは日野ですしね。ああ、そうなんですね、うん、まあ、うん、そうですよね。あのおじいさんおばあさんはあの甲賀の方ですし、あ、まあ、全然わかんない。でもなんかあの私の周りではおすましの人の方が多い、うん、あ、そうですか、うん、母が京都なのでかなと思ってましたけど、うん、でもおすまし境かもしれないですね。そのお餅が溶けたのが、はいはい、こういい感じにもうお餅、全部お餅。あ、わかるわ、なんか、うん、いいですね。でも正月は縁かついでそれで食べてますけど、はい、普段お餅食べるときはおすましで食べます。やっぱり。あ、そうなんですか。はいはい、正月は白で食べなあかんっていう感じがあるだけなんですよ。それはおすましの方が食べ物としては完成度高いと思いますけどね、はい、お餅が生きるわけです、ね、生きると思います。はい、いいですね。なんかお餅談義、ねね、お腹が空いてきましたね。ちょっと正月っぽかったですね。そうですね、今日の番組で一番正月っぽいコーナーでした。ありがとうございます。じゃあ、 あの今日シャカリキプロジェクトずっと進めてまいりましたが、はい、あのなぜライブの番組なのでね、はい、あのイベントのお知らせなんかもやってるんですけど。あ、そうですね、はい、イベント別にライブじゃなくていいのでイベントのお知らせありますか、はい、今のところ、なんかこうシャカリキをどっかでこうなんかお話しされるとかそうなんでもいいですか。この間の1月12日のイベントが一つの大きなイベントでしたので、はいはい、今はまたどなんかお話があれば、ね、どこかあればね説明に、ね、行かれますよね、はい、でついでにあの本も持って ね、 そうです ね、 ね、音楽もしながら説明をされるという。そうですね、はい、じゃあ私とこ一つだけご連絡をさせていただきます。今日の最後ラスト曲あの最後の曲かけさせていただくあの人たちなんですけれども、バッドウェアさん、あのすごいねパンクの、はい、髪の毛金髪の方来ていただいたんですよ、はい、この間でゲストで来ていただいた。彼らが久々に ライブをするということで、あのもうすぐです、1月18日です。18日に7時から四条堀川にあるあのユーストン、あ、ユーストン、はい、ユーストンミニ、はい、ユーストンミニ京都にある、はい、そこでライブをされるということなのでね、あの行ける方、私その日ね高校生のコンサートあるところでやって、あ、そうですか、行けないんですけれども、あのぜひ行ってください。面白そうですよ。ユーストンミニです、はい、また後でご説明しますが、そういうバンドさんもいるんですよね。ですよね、シカバナがピン立てて、はい、すごい髪の毛で歌を張るそうです。写真見たらかっこいいです、はい、じゃ あこれですよ、これですよ、見えますかすごいでしょ。ちょっとここを貸してあげてもらっていいですか。はい、ラジオですよありがとうございます。じゃあもうこんな時間になってしまいましたので。そうですね、早いですね、はい、言い残したことを何か、そうですね、フォローしてください。何か残ったことありますか、はい、もう一度あの重複して言っていただいてもいいですよ、はい、ここだけは言っとかなんかみたいな。そうですね、まあ、今最後におっしゃってたんですけど、はい、滋賀県にもやっぱ私もその一人でしたけども、はい、あの地元のミュージシャンですだったり、はい、アーティストの方っていうのはたくさんおられますけれども、はい、あのやはりそういう方たちの、あのそういう方たちとまたその地元の企業の橋渡しみたいな、はい、ですね、そういうあの、はい、社会をあの地元のアーティストが作るとか、はい、あのそういった取り組みっていうのも今後していきたいなと思ってまして、まあ、あの正木さんにもまたいろいろお力をお貸し願いたいなと思うんですけど、ね、本当にそれを誰か若い人がね、はい、あの継いでほしいなと思ってて、はい、誰か間に立ってあげる人がいないとね、ミュージシャンの人がそんなね、交渉事は無理だと思うんですよ、はい、苦手なので特に苦手だと思うので、はい、で会社も地域貢献という意味もあるしね、
自分とこの社会をちょっとみんな誰か歌いませんかって募集して、ね、はい、応募していただいたら、ね、地元のバンドが僕たちやりますって来るかもしれないし ね、はい、ま、またそんなつながりができると思うんですがです、ね、まあ、会社にとっても地元貢献もできるし、はい、その地元アーティストの方たちにとっても活躍の場ができるということ で、ね、音楽を介したらもう何でもありですよ。そうです、ね、本当に、うん、難しいことと柔らかいことも一緒にできるし、そうですね、ねえ、はい、うん、またそれに私たちじゃあ振り付けて踊りますみたいな人も出てきたら ね、 ですね、はい、一緒に踊ってもらったりもいいし、そ う、ね、はい、そうイメージビデオみたいな ね作っていただいたり。でこの社会力プロジェクトはどこを見に行ったらいいですか。そうですね、はい、そのなんか、フェイスブックにページを作ってらっしゃるんですね、はい、フェイスブックで社会力プロジェクトというあのページを設けております、はい、インターネットでですね、その社会力プロジェクトとカタカナで打っていただいて検索していただいたらフェイスブックページ出てきますので、じゃあそこになんかいろいろ質問でも、はい、詳細書いておりますし、あの書き込みしていただいても結構ですし、直接エスケさんが答えてあげてくださるんですね、はい、そうですね、あのその中にいろんな資料も載せておりますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はいはい、まあ、そこにこういろんなものがねこうコラボしていっても楽しいから、そうですね、なんかいいアイデアのある方はどんどん、ね、教えていただきたいですしね、書き込んでいただいて、はい、あの魅力あるプロジェクトになっていったらいいなと思いますので、はい、ご協力をご協力よろしくお願いいたします。で、あと最初聞きましたティピオというバンドなんですけど、社長さんが作ったバンドで、これなかなか面白いので、そうですね、その人たちもいろんなところ出ていってほしいなと思いますね。そうですね、はい、思いますね。社長さんのイメージ変わりますよ、うん、なんか難しいことを言ってね、はい、説教だけしてはるようなイメージなんですけど、いやもう一緒可愛い少年そうです ね、 ね、音楽を返せば音楽を返せばもう全然一緒ですよ、もうこのパンクの彼らと何一つ変わらないです、はい、本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。なんかすごいまとまりましたねもうちょっと時間ありますよ、はい、最後の曲まであと、2分かな。2分もあるって2分あるんですか。いつもバタバタって終わっちゃうので。あ、そうなんですか。今年なんか余裕ありましたね。来月もそのまた次の月も第3水曜日は、はい、あの私が担当させていただいてまして、はい、音楽のことを中心にやりたいので、はい、あとまたメール送ってきてください。そうです、ね、出演していただいた方は。あ、そうですか。必ずノルマです。はい、わ、はい、かりましたよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、このね社会力プロジェクトのなんて言うんだろう、このロゴは誰が作ったんですか。はい、この社会力プロジェクトですか、うん、うち の、 あの奥さんがですねこういうのは、あのこういうのは得意でして、はあ、得意って言ったら怒られますけどねなんかちょっと気風にも出てしまいましたけど、英介さんの奥様もミュージシャンなんですよ、はい、そうなんです、はい、実は女性2人で、ね、はい、以前ゲストこの番組も来ていただいたことが、そうなんですか、出させていただいたということですね、はい、はいはいはい、はい、言っていいんやろか。もちろんいいと思います。ちょっと活動再開しました。ジャスミンというあの女性ユニットがあるんですけど、はい、その女性ユニットがいろいろ奇遇な、あ、奇遇っていうのは気ままに活動してますけど、活動またされてるんですか。はい、最近また。そうですか、はい、エスケさんの奥様の方がピアノを弾かれます。はい、でもちろん歌も歌われます、はい、でメインボーカルの方が、はい、そうですね、おられて、その2名でやってますね。はい、その、まあ、なかなか、うん、ピアノの、ね、いい歌歌われますよ、はい、いい歌を。奥さんピアノめっちゃうまいし、綺麗にハモられますのでね、綺麗な声で癒し系でみたいな感じですよね。そうですね、はい、うん、まあ、家ではあっこのピアノがもうちょっとこうしたらとかいう話をしたらいつも喧嘩になるんですけれどまあその音楽で喧嘩してるうちはまだいいかなと思って。いい、全然いい、はい、あ、そうか、なんか違うことで揉みかけたら話音楽に持ってったらいいんですよ。そうですね、はい、部が悪いと思ったら音楽の話にしてあのピアノなとか言って ね、 そうね、はい、そういいですよ、逃げ道やって、ね、はい、ジャスミンさんって言います、はい、長いこと来ていただいたら、また一回ね。そうですね、またぜひ呼んでいただけたらありがたいですね。ぜひ、はい、綺麗な声してあるんですよね。女性2人、女性ね、2人でやってますね。小林さん覚えてらっしゃいますか。多分あの方たちだと思いますまた新しい音源を作ってるそうなのでちょ、年齢は秘密ですけれども。そうですね、いいオリジナル曲をね、作られるので、そうですね、よしみさんぜひ来てください。
じゃあそのジャスミンと、はい、エスケさんらが一緒に演奏されるってことはないんですか？そうですね、その、まあ、ガム の, あのドラムを叩いたキリンっていう、はいあのまあ、リーダーだったんですけど、はい、でそのメンバーと私がサポートで入ったりベースとドラムでサポート入ってライブしたりとか、ピアノとボーカルやからリズム隊がないから、そうです、ね、リズム隊に入ってあげたりは、はい、入ったりはありますね、はい、あるんですけれど、なかなかその厳しいあの指摘をしてくるのでジャスミン2人がですねなるほど一回クビになったことがありましたあいらんわってもう2人でやるからいいわって言われたことがありましてジャスミンさんはやっぱりあれですね、こう音楽にものすごく真摯に、そうですね、厳しくやってますね。それはまたそれで方向ですからね、うん、そうですね。ジャスミンとかもサッカー歌わせたらピカイチじゃないの、そうですね、女性ボーカルの曲を作られるときね、はい、そうですね、あ、いいかもしれませんね。じゃあ会社でどうしても歌う人いないというときは、はい、とりあえずデモテープを作ってあげたらイメージ湧くし ね、 そうですね、はい、デモテープ作りにジャスミンさんとか協力していただいたら、そうぜひねしてもらいたいなと思ってるんですけど、はい、ジャスミンさんぜひお願いします。はい、では、はい、今年1回目池田愛介さん来ていただきまして、楽しい話を聞かせていただきました。ありがとうございました。これこそありがとうございました。今年も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。では今日最後の、もう流れてますよ、はい、はい、最後の曲紹介させていただいて、今日は終わりにしたいと思います。今日の最後の曲はバドゥウェアさんで光の道という曲でお別れしたいと思います。1月18日19時から四条堀川のユーストーンミニに出演されるので行ってあげてくださいね。はい、エスケさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバーイ。Let's go.